皆さんこんにちはひろきですご機嫌いかがでしょうか私は元気にしておりますさてさてえー、プラザホールディングスさんあの写真屋さんとかあと携帯電話ショップもやってますはいそのプラザホールディングスさんから株主優待が届いたのでそのご紹介ですはいなんか3つぐらい届いてるみたいですはい何でしょうかはい お、でかい。でかいなぁ。これなんだおぉミニチュアハウス。14歳以上って書いてますね。はい。僕でもできますけど、まあ、将来子供が生まれて中学生になった時にあげようと思います。はい。遠い話だなぁ。<laughs> 次。あ、これも、なんか、そういうやつですね。DIY ですね。 はい、はい、DIY でこんなのが作れるそうですこれも14歳以上って書いてありますはい買ったら高いんだろうなはいあとはおなんか5個ぐらいあるよ 3D ウッドパズルこれと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 ,これと これ、最後ゴリラかなはい。が入ってます。はい。これは何歳からできるのかな ?8 歳以上。あ、全部8歳以上っぽいですね。はい。じゃあ8歳になったら、子供が生まれて8歳になったらあげようと思います。はーい。えっ、ー、と、プラザホールディングスさんはですね、なんか社名いろいろ変えたりして、とりあえずプラザという名前は残ってますっていう感じなんですけど、プラザクリエイト っていう名前だったり、プラザクリエイト本社っていう名前だったり、いろいろしたんですけど、まあずっと続いてる企業でして、10年前と比べるとですね、えっ、ー、とですね、10年前と比べると、今の株価は、2、3、3倍いってないか、2.5倍ぐらいになってます。はい。まあまあ儲かってますね。はい。って感じです。はい。 はい、以上です。はい、今回の配信は以上となります。また別の配信でお会いしましょう。さようなら。